岩手県岩泉町の遊仙道観光会館早野隆と申します。当館は日本三大鍾乳洞遊仙道の目の前でレストランと売店を営業しております。遊仙道はこの冬20年ぶりにリニューアル工事を行い、3月19日にオープン予定でした。それに合わせて様々な企画が予定され、当館も新メニューを予定しておりましたが、その矢先に今回地震が起きました。遊仙道のオープンは1ヶ月以上延期され、当館もようやくゴールデンウィーク前に営業再開いたしましたが、ゴールデンウィーク中の入場者数は昨年の約2割にとどまりました。こちらが遊仙道の中です。皆様から地震の影響について聞かれますが、遊仙道は何億年もの時間が作り出した自然の造形物ですので、今回からの地震ではびくともしません。ご安心して観光をお楽しみいただけます。今回のリニューアル工事により照明も LED 化され、より魅力的な洞窟になっております。そして遊仙道の魅力は何といっても真夏の涼しさです。今年も暑い夏が予想されております。ぜひ格別の涼しさを求めに遊仙道にお越しいただきたいと思います。遊仙道観光会館の名物メニューは流しそばです。洞窟をイメージした特別な席でお召し上がりいただくもので、特にお子様連れのお客様にお喜びいただけます。なかなか三陸地方には足を向けづらいかもしれませんが、この通り遊仙道は全く問題ありませんし、お隣の北山崎や酪農の町葛巻町、琥珀で有名な久慈市など観光資源はたくさんあります。どうぞこれからご旅行の計画を立てる際は、岩泉遊仙道をはじめとする岩手県北へお越しいただきたいと存じます。皆様のお越しをお待ちしております。